山崎のりはるは、静岡県富士市出身の元プロ野球選手。宇藤右打ち。現在は、阪神タイガースの球団スコアラー。小学校3年生から野球を始める。埼玉栄高等学校時代には、2年時の周期、関東大会でベスト8まで進んだことが、最高成績で、春夏ともに、阪神甲子園球場の全国大会へ、出場できなかった。 その一方で、二学年先輩に、星野真澄、二学年後輩に、木村文則がいた。横浜商科大学への進学後は、一年時の春から、レギュラーに定着。職人肌の守備と、手話な打撃が評価され、2.3年と、大学日本代表に選出された。2006年の日米大学野球選手権大会では、二乱本塁打を放つなど、実績を残した。 4年生から首相としてチームを牽引し、神奈川大学野球連盟での15期ぶりの優勝に貢献した。リーグ戦、通算310打数98安打、打率、316、4本塁打、50打点、首位打者を2度、最優秀選手1度、ベスト9に4度選ばれた。大学では、早稲田大学の上本博則をライバルとしていた。 2008年の NPB ドラフト会議で横浜ベイスターズから3巡目で指名。契約金6500万円、年俸1、0円という条件で入団した。背番号は0。DNA 時代2009年にはオープン戦で主に遊撃手として起用。好調な打撃を買われて同期入団の松本慶次郎と共に開幕1、軍入りを果たした。4月3日には 中日ドラゴンズとの開幕戦で松本と揃ってスタメンに起用。横浜で複数の新人選手が一軍のレギュラーシーズン開幕戦にスタメンで起用されたのは1959年の麻生実を桑田武史、金光秀則以来50年ぶりだった。チームは打線全体で5安打しか放てなかったが日本代表として出場した第2回ワールドベースボール。 クラシック期間中の故障によって開幕に間に合わなかった主砲、村田周一の代役扱いながら8番三塁手として出場した山崎は3安打を記録。NPB 球団の新人選手としては史上10人目の1軍開幕戦合打賞を達成した。村田は開幕16試合目から1軍へ合流したが山崎は合流するまでの15試合中10試合でスタメンに起用。 村田合流後の公式戦にも、主にダイソーや内野の守備要員として起用されたため、一軍公式戦への出場は69試合に、上った。8月13日の対東京ヤクルトスワローズ、戦では、9回表の打席で一、軍公式戦初本塁打を放っている。打撃練習を行う山崎2010年には、一軍公式戦49試合へ出場。 ダイソーや守備固めが中心だったため、通算の打席数は36打席で、前年の128打席から4分の1程度にまで減少した。2011年には一軍公式戦21試合へ出場。イースタンリーグ公式戦では93試合の出場で最終規定打席へ到達したものの、打率は規定打席到達30人中の最下位だった。 2012年には、イースタンリーグ公式戦65試合の出場で、規定打席不足ながら4本塁が、打率、273と復調。しかし、一軍公式戦には18試合の出場にとどまった。2013年には、内野の全ポジションと保守をこなせる、ユーティリティプレイヤーとして、一軍公式戦115試合に出場。一軍公式戦では、保守として、 マスクを被る機会はなかったものの、9月3日の対、阪神タイガース戦に2番一塁手として起用するなど、内野の全ポジションでスタメン出場を果たした。また、打撃面でも過去最高の打率、249を記録。5月18日の対北海道、日本ハムファイターズ戦では、チームの勝利につながる逆転に塁打を放ったことから、試合後に、 プロ入り後初めてヒーローインタビューを受けた。2014年には一軍公式戦の開幕から遊撃のレギュラーを白崎博之と争った末に声遊劇種へ定着。一軍公式戦全体では前年に続いて115試合に出場した。打率は239で前年を下回ったが、安打数は自己最多の74が安打で、 セントラルリーグ3位の38ギガも記録した。2015年には極度の打撃不振に陥った影響で、声優劇種の座を新人の倉本俊彦や白崎に奪われた。一軍公式戦への出場は25試合止まりで、ダイソーや守備固めとしての起用が再び増えた。このため、シーズン終了後には肉体改造へ着手。 体重を人生最多の8 6ラムまで増やすなどパワーアップを図った。2016年には2月5日に二軍カデナキャンプでの練習中に左膝を負傷。後に左膝内側側腹副人体断裂で全治1年という診断を受けたため2月25日に人体再建の手術を受けた。シーズンの大半を幹部のリハビリに費やしたため プロ入り後初めて一軍公式戦へ出場できなかったがシーズン終盤にイースタンリーグの公式戦で実戦に復帰すると本塁打を放った2017年には東京ヤクルトスワローズから移籍したベテラン田中博康や入団2年目の柴田達弘が一軍で二類主として活躍倉本も声優劇主の座を維持したため山崎は2年連続で一軍公式戦へ 出場できず、10月5日に、球団から戦力外通告を受けた。しかし、NPB 他球団での現役続行を希望していた、ことから、11月15日には12球団、合同トライアウトへ参加した。シートバッティング形式で4人の投手と対戦したところ、大隣健時から2塁打を放つなど、2安打を記録した。12球団合同トライアウトの結果を受けて、 2017年11月27日に阪神タイガースが山崎の入団を発表した。背番号は32で大学時代のライバルだった上本とチームメイトになった。阪神では2017年のレギュラーシーズン中盤から遊撃のレギュラーに定着していた大和がシーズン終了後に国内 FAK を行使。に勇敢を守れる他の内野手にもシーズン終盤から故障が 相次いだことから、ヤマト型球団へ移籍することを想定した上で、山崎の獲得に踏み切った。結局、ヤマトは山崎と入れ替わる格好で、山崎の半身入団後に DNA へ移籍している。2018年、春季キャンプ鬼軍で過ごしながら、オープン戦で12打数7安打1打点という、好成績を残したことを背景に、開幕1軍入りを果たした。 4月7日の対中日戦で3年振りの1、軍公式戦出場を果たすと、同月14日の対ヤクルト戦では、2番、二塁手として移籍後初めてスタメンに起用された。5月27日の対読売ジャイアンツ戦では、守備固めとしての途中出場から迎えた打席で、移籍後初安打、初打点を記録している。7月上旬以降は1軍から遠ざかったものの、 一軍公式戦全体では32試合の出場で打率2222打点3得点をマーク DNA 時代から一転して一塁の守備固めに起用されることが多く一塁以外の守備についた試合は上記のタイヤクルト戦だけだった2019年レギュラーシーズン開幕直後の4月7日に 出場選手登録を果たしたが、一軍公式戦には2試合の出場で、1打席に立っただけだった。10月2日に、球団から戦力外通告を受けたことを機に、現役を引退。2020年シーズンからは、阪神球団の職員として、 スコアラーに転身する。50メートル走で最速6.0秒を記録した瞬速と、守備面では連携プレイやスローイングに定評があるほか、内野の全ポジションを高いレベルでこなせるユーティリティープレイヤーである。横浜 DNA 時代には一時声優劇種の座を確保していた時期もあったが、試合終盤でのダイソーやリード時の守備要員として起用されることが多かった。 阪神へ移籍した2018年の1、軍公式戦では、二遊間を守れる、内野手を多く登録している、チーム事情などを背景に、守備固めとして、試合の終盤で一塁の守備につく機会が多い。高校時代に1年間保守を経験したことから、DNA 時代の2013年には、保守として、イースタンリーグ公式戦1試合でマスクをかぶった。 当時の一軍監督、中畑清が一軍で、保守二人制を取っていたことを背景に、緊急措置を想定したことによる起用で、中畑からは、本職じゃないのっていうくらい板についていた。本当のユーティリティープレイヤーと評されている。中学三年時の2月、ネフローゼ症候群を発症していたことが発覚し、入院。中学校の卒業式当日には退院したが、 高校入学後半年間はグラウンドに立つことも不可能だった。秋から野球を再開することを許可され、それから野球に打ち込むうちに、いつの間にか病気は感知し、その後も再発していないという。プロ入り2年目の2010年3月8日に、13歳年上の女性との結婚を発表した。5歳下の弟、玉粒は埼玉栄江から3年時に野球部監督。 コーチの転任を追いかけて、地元、吉原商工に転校。横浜商大卒業後は、JX エネオス野球部に加入している。DNA の声優劇手だった2014年には、ユリエスキ・グリエルとに勇敢を組んでいた。グリエルの母国、キューバがスペイン語圏にあたることから、山崎もグリエルとの連携プレイや、日常会話に必要なスペイン語を短期間でマスター。 2017年のシーズン終了後に移籍した阪神ではスペイン語圏のドミニカ出身選手が在籍していることから入団記者会見でスペイン語によるマテオやドリスとのコミュニケーションにも意欲を示した。阪神時代の2019年10月6日には TBK で行われたクライマックスシリーズファーストステージ中継にゲスト出演。初記録その他の記録。 ありがとうございます。